少女 S はスキャンダルの3枚目のシングル。2009年6月17日にエピックレコードジャパンから発売された。前作桜グッバイから約3ヶ月ぶりのシングルでスキャンダル初のアニメタイアップシングルになっている。通常版初回生産限定番 AB の3形態でのリリース。テレビ東京系アニメブリーチのテンスオープニングテーマ。 初回生産限定版 A には、ブリーチ絵描き下ろしワイドキャップステッカー A、ブリーチ絵描き下ろし透明ステッカー A、ブリーチ絵描き下ろしスペシャルミニノートを B には、ブリーチ絵描き下ろしワイドキャップステッカー B、ブリーチ絵描き下ろし透明ステッカー B、ブリーチ絵描き下ろしポスターを封入。少女エースの PV は、品川少児の品川博が監督を務めた。PV で使用した学校は、 ドロップで登場した学校と同じものである。また品川が PV の監督を務めるのはこの作品が初であり、品川の友人であり、芸人仲間でもある次長課長の川本淳一が出演している。着歌では5月13日から先行配信され、2日間でダウンロード数が10万件を超えた。この曲のイントロ、感想、アウトロにスラップ奏法を取り入れている。 2009年6月24日に TBS テレビ、荒引き団において、オリジナルの PV に一部編集を加えた上で、シルク、ショージチハルと共演する PV、荒引き団バージョンが放送された。タイトルの、少女 S、S とは、少女 S ガールズ、少女たちという意味の言葉遊びである。少女 S、夏ネイロフューチャー少女 S 夏ネイロ SOEG、少女、S 少女 S。 ナツネイロフューチャー少女 S。ありがとうございます。